部長です。つむぎだよ。今回は南の研究所を目指すんだったな。ここね。それなりに遠いな。まあでも途中に行ってないところあるから、そこに寄りながら。それがいいな。そこのエレベーターから降りるんだった。そういや、さっきのマップの目標に地下研究棟とあったな。さすがにこのマップだと北とか南は表現しづらいからね。だからこそ南イコール地下だってことなんだろうね。そういうことだな。さてザコが出てきた。少しは技を使うようにした。意外と回避攻撃強いな。狙いすぎた。まあダメージそんなにもらってないからいいけど。なんかこれもったいない気もするな。まあまあ大指揮して集中ゲージを使いこなせてないからいいけどね。と入り口まで戻ってきたかな。セーブポイントがあるってことはそういうことだろ。ではここから意識して探索ね。外に出てまずは上の方か。行けるとは限らないけど、できるだけと。ここはコウモリに捕まってか。と仕切り直し。気力がどうしてもな。よし、特大のエングラムか。特大っていうぐらいだから結構な量もらえることを期待。次はこの上か。ここもコウモリを使ってか。乗れた。まずい。こいつはやはり回避で裏を取るってのが良くないっぽいね。このアートワークでさらに裏を取られるようだしな。ここは降りるしかないか。その後左に行けるかだな。行けそうな雰囲気あるけど。先に多くを片付けるか。登った瞬間攻撃されて落ちるのも嫌だし。てかそもそも登れないか。諦めたか。まあここで時間かけるのもなんだしね。となるとあとは素直に目的地か。この辺は通ってるみたいだし、カットしよう。到着。先にあの少女は来ていたようだな。落ちたか。これ戻れないな。最後まで行けってことだな。マッショップとかないゲームだからいいけど。내려가는게아니라이렇게열리는거였다고。당신은괜찮아？올라올수있겠어？그래。이렇게됐으니혼자서마스터키를찾아보지。어？아응응。그럼난중앙연구소로돌아가남쪽연구소에연결된차원균열을작동시킬준비를할게。어저상황에서어떻게저렇게침착할수있지？これで目標も変わったな。ここからはこのセーブポイントを起点に。でレベルアップできないか。エングラムの結晶を使ったりしないのか。まあ今はいいかな。
真下に敵がいるな。そいつを片付けてだな。さて、目的地は左に見えているな。左上のところ行ってみるか。目的地に素直に行くにはこのまま左だろうが、探索はしといた方がね。さて、こいつを相手にするのは初めてだけど。そんなに強くないな。女忍者もそんなに強くなかったしね。というかこいつは次のボスがハイタイプなんだろうね。これまでも戦士、女忍者、ボスに至るまでに落としてもらう。ってことだよ。まあ裏切られる可能性もあるけど。しかないか。しかも先が見えないが。そりゃ開示されてないし。となるとどこかにいる犬を見つけたいところだな。マンも降りちゃったし。これはいいもの。なんか一人にとった。これも三つ集めないと意味ないからな。でさらに下があるが、そこに行くしかないよね。コウモリを使えば戻れそうな気もするが、それはなんと苦労しそうだし、いいよ。と右に行くのか。前の場所につながることを確認するためにも。落ちてしまったか。ヤッパーのローリングはクセモノだな。さっきのところを上に行っていたら繋がっていたか。そんな感じだね。もうこのまま進んじゃか。いいのか。行ってないところが残っちゃうのはここだけじゃないからね。回復ポイント、リスタートポイントが更新されたな。前やられた時のためにもありがたい。強攻撃はこいつはひるまないし、ローリングがこっちの硬直時に当たっちゃうしね。ただの通路っぽいな。もまあ進んでいくか。ここも微妙だけど。確かに戻りにくそうだな。まあ戻ることはあまり考えないようにしよう。どちらにせよここは最後まで行かないと出れないだろうしな。もうすぐ目的地だな。これなら右のところ確認しとくか。そっちが順路の可能性あるぞ。それはそれでね。しかし強攻撃をしなくなったな。ジャコはひるんでくれないけど、気力の消費がすごい抑えられるからね。
よし、黄色の石ゲット。悪くないな。レースを上げるにはこれしかないしね。じゃあこれで左に進んでいこう。すぐに目的地に入りそうだな。まだ折り返すかもしれないよ。その可能性もあるが。これで右の足場を狙うか。その前に掃除ね。アイテム取れる。今度はそっちを目指すか。左に進んで登れなさそうな気もするし。行けるかな。行けそうな気もするな。その前にウォークを何とかしておいた方がいいか。やれたかな。大丈夫だ。まずい。なかなか厳しいな。行ける気するんだけどな。よし。強化アイテムか。まあ悪くないね。なんか無駄に食らってるな。明かり反応が何もついてるんだ。更新されないってことはここにアイテムが。なら僕も近そう。研究所だとそうなるか。これまでのことを踏まえとね。気をつけないとやられるぞ。回復もちゃんとしないとね。これもしかして切れない。無理っぽいな。まあ降りちゃうか。この雰囲気なら戻れはするだろう。戻ることは本当考えてないけどね。お、判定にやられたな。この攻撃結構痛いから嫌なんだよな。とセーブポイントあるじゃん。キヨッパピルネオギチンシリラミャン。これ記憶をちゃんと読まないと何のことかわからんな。全く読んでないからな。よし、とりあえずレベルアップか。その前にさっきのエングラムの結晶3000か。レベル一つ分はあるね。
この辺のアイテムな。そうだ、ここでもエングラム。なんかエングラムゼロの浄化ができるようになっているが、これもアップデートの影響かな。なんかバグじゃないか。ほんとね。エングラムが手に入らないのはいいとして、何もアイコン出ないのは。これで最後かな。そしてレベルアップだな。3つぐらいはいけそう。一気に溜まったな。これでもスキル一つくらいしか取れないんだろうな。まずは身体能力からか。いや、後にしよう。やっぱり攻撃スキルから。今だと好きなのいけそうだな。だからこそ取るものをちゃんと考えたいね。それでよかったのか。オスはわかんないけど、探索の道中には役に立ちそう。真下に降りる際にはな。でもここは難しいか。ここのは無理だし。ここは取れそうだな。と言ってもこれだけね。悪くはないだろう。回避攻撃ね。しかも3回まで連打するとあっという間に気力を持っていかれそうだな。それは気をつけないと。とこれもセットで欲しかったけど。また今度だな。じゃあ心配強化行くか。今回は3つもあるからな。ならこの攻撃力を狙おう。3つを削るか。攻撃が2も上がるのは。これで少しでも倒しやすくだな。防御力が上げられるのもあったらそっち行ってたと思うけど。まあ防御面は全て体力で表現されてる感じだな。とうとしときたこと。武器強化か。回復薬は材料がないけど。なんか武器が増えているか。これもアップデートで追加されたっぽいんだよね。まあ今は銃の強化。あと1回は大丈夫かな。これで銃による攻撃もだな。割とボスにも当てる余裕があるしね。では行こう。この雰囲気だとおそらくすぐにボス戦入りそうだよね。そうなりそうだな。무슨말을하는건지도무지모르겠군끝까지모르는척하는건가하지만난그날이후로단한순간도네놈을잊은적이없어そんなつもりなかったけど、その切れ目がわかんなくて。とりあえず裏を取るのは難しい。それなりに強攻撃でひるんでくれてる。銃もいい感じでダメージくれてる。回復うまくいってる。かなり順調。これで半分ほどだ。もうそろそろ強化しそう。入る気配がないな。もしかして第二形態、もしくは代わりが来るパターン。その可能性もある。そのままだとちょっと不思議な気もする。これは強化っぽい。攻撃も変わった。ってどこに出てるんだか。こういうパターン、時間差で落ちてくるのに、ちょっと攻撃のやり手を貸してくるような形になってるのもあれだけど。そうでもしないと弱そうだ。それはあるかも。って消えるし。まずい。ここで油断してやられるなよ。それはやだな。
지켜라. 무슨 짓이지? 네 놈들이 내게 왜 분노를 느끼고 있는지 모르겠지만 의미 없는 사륙은 내가 바라는 게 아니야. 웃기지도 않는 말을 잘 도직거리는군. 그렇다면 지금껏 네 놈이 자행했던 악살은 대체 뭐지? 지안대장과 동료들의 죽음은 대체 무엇이란 말이다! 애석하게도 난 지금 과거의 어떤 것도 기억에 남아있지 않다. 뭐라고? 그리고 난 그 기억을 되찾기 위해 필사적으로 노력하고 있지. 기억을 되찾게 된다면 네 녀석에게 찾아와 진심으로 사죄를 하도록 하겠다. 웃기지 마라! 그딴 게 뭐가 사죄란 말이지! 그렇다고 죽은 대장이나 동료들은 돌아오지 않아! 네 놈이 죽음이 아니고서 그 사죄를 대신할 수 있는 건 없단 말이다! 出倒しちゃうの? これまでと違うな。 まあいいけどさ。 これも強化アイテムか。 これまでの敵と同じなら。 일단 とりあえずマスターキーをゲットだな。 あとは脱出方法を探さないとね。 左に進んでそれがあるか。 これまでの研究所の場合はボス戦後に進んでからアイテムだったし。 そして亀裂だったな。まあ行ってみてだね。ちょっとこれは落ちたらダメなやつかな。一応下に床はあったようだが。でも落ちないように。ブン。どうした？嫌上に戻れるかなって。戻れそうじゃないか。とりあえずよかった。と憎しがあるな。 インシゲット。そして確か。これか。手かしたはトゲだったか。新しい刀か。これも性能次第。でこれからどうする。どうも左はこれで終わりだよね。そのように見えるが。ちょっとセーブポイントのところまで戻ってみる。戻ってきたか。とりあえずレベルアップ。 さすがに無理か。でここに来たのはいいな。うわ、強い。無惨へ。くる。マストキル確保えた。ちょわ、여기도 준비 완료야。目的が更新されたのはいいけど。どうやら戻れそうだな。どうした？まだ起動してなかった。 これで中央にだな。あとはあのエレベーターか。さすがに起動するだろう。じゃないともう行けそうなところないからね。マスターキーが逃げまんな。まあじゃあ、이제이녀석을여기에인식시키면。좋아、성공이야。봉쇄됐던순간기가다시작동하고있어。 이제 정문으로 가면 2층이 있는 곳이 나올 거야. 너는 어떻게 할 셈이지? 2층의 후고단이 지금까지 불법으로 연구한 자료들을 확보해야 해. 그럼 먼저 출발하도록 하지. 조심하는 게 좋을 거야. 지금부터 만나는 2층은 파괴된 도시에서 만났던 2층과는 완전히 다른 녀석일 테니까. 그렇지. わざわざ前の一瞬とは違うことを教えてくれるか。優しいというか大体のゲームは黙って強くなってるのにね。というか目的地が近い。これすぐにボス戦になる可能性もあるな。なんでここで一息は入れるかな。時間的にもまずまずだし。その前に強化か。まだちゃんと見てなかったのも。レベルの割に良さそうだな。攻撃速度が落ちるみたいだけど、ありかな。強化すればその辺もカバーできるだろう。 この武器の強化もリセットして材料が戻ってくるとありがたいんだけどな。本当に強化アイテムが有限だとそうしてほしいところだが。だね。
と一回言っとくか。これで今装備してるのよりは強くなったかな。まあ単純な強さならこっちなんだろうが。ネタ武器っぽいから今はパスね。じゃあ今回はこの辺で。次回エレベーターに乗ってたな。